皆さん、こんにちは。女子服大好き緑川です。今日は愛知県の豊橋駅に来ています。名鉄線から飯田線に乗り換え、今回はスタートします。この列車は10時42分発、飯田線普通列車開通です。豊橋を出ますと、船橋、下地を通過し、小坂井、藤久保、豊川、あと1分ほどで発車いたします。ご利用のお客様は無乗車でお待ちください。お待たせしました。列車を発車いたします。ご乗車はご注意ください。豊橋駅のホームは飯田線と名鉄線が同じ線路を共有しています。なので名鉄線が飯田線に乗り入れています。今日も JR 東海をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は列車岡谷駅です。この先船町下地を通過し、戸田海から終点岡谷まで各駅に停まります。列車は2両編成で、車内は禁煙です。カレー類は前の車両にございます。お客様にお願いいたします。発車間際の駆け込み乗車は大変危険です。おやめいただきますようご協力をお願いいたします。携帯電話のご使用はマナーモードに切り替えたの。周りのお客様のご迷惑とならないようお願いいたします。なお、優先席付近では、電源をお切り替えたようご協力をお願いいたします。途中の中央電源までご案内いたします。次は戸田海で、出口は左側です。この列車のドアは押しボタン式です。お降りの際はドア横のロックが点灯しましたら、お降りのボタンを押してお降りください。飯田線は豊川鉄道として明治30年に豊橋から豊川まで開通しました。そして大正14年に電化しました。その際、名古屋鉄道の前身、愛知電気鉄道が乗り入れを開始しました。私鉄同士の乗り入れが国鉄、JR になった後も続いている。歴史のある乗り入れなのです。飯田線の線路が東海道線から離れていきます。そして名鉄線とも分岐していきます。線路を共有区間では線路使用料や施設の使用料が発生します。都市で実施される相互の乗り入れではお互いの車両が走行した距離を同じにして調整します。この場合は片乗り入れなので線路使用料が発生すると思われます。小坂井駅に到着しました。ドア横のボタンを押すとドアの開閉ができます。次は西久保です。出口は左側です。ドア横のランプが点灯しましたら開けるのボタンを押してお降りください。豊川です。出口は左側です。この列車のドアは押しボタン式です。降りの際はドア横のランプが点灯しましたら開けるのボタンを押してお降りください。まもなく豊川です。出口は左側です。ドア横のランプが点灯しましたら開けるのボタンを押してお降りください。名鉄豊川線と並走して豊川駅に到着です。ついつい
ボタンで開けるのを忘れてしまいます。この駅の最寄りは豊川稲荷です。京急の時もそうですが、鉄道と産廃輸送は開業の際に大きなつながりがあります。次回は豊川稲荷へ参拝します。ご視聴いただきありがとうございました。